ドラマを見ていたらこんな時間になってしまいました。YouTube 見た3期の ありがとうございます。ありがとうありがとう。デデ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 デ。ブレンドしてます。あ、手ペタペタなるわこれ。うわ、入れすぎたかも。はいはいはい。うわ虫、うわいやいや、うわ虫すごく嫌。虫どこ行った。うわいやすごく嫌。きれい。I get you. ちょっと暑いな、さすがに。ちょっとさ、部屋が冷えすぎてさ、30度にエアコンの効き具合がわからなくて。29度でいいか。こんばんは。うわ。ジンジャーシロップが、ジンジャーシロップが手にペトペトついて。この位置で配信したらどうなるんだろう。あ、めっちゃおもろいやん。絶妙に干してる T シャツダサ。待って、こうしてこうか。こうしたいな。こうしても音は聞こえてんのかな。なんか立てるいいやつがあればいいんだけど。よし、ちょっとほら見て、シロップがついた。シロップがついた。うわー、この部屋にウェットティッシュ、ウェットティッシュがない。ダサ、服ダサ、服ダサ。あ、これでいいね。さっきしてたんだけど、うわやばいかな。まあ、一回後で手洗えば。パックしてたやつの残りをちょっと手につけた。ラム酒。
ばんは。ダサいな。もう乾いてる。あ、氷でかすぎて冷たい。ちょっとジンジャー入れてもいいな。もっとジンジャー入れようかな。あ、今の髪型非常に好き。あ、ありがとう。ちょっとさ、練習がてらこの髪型をさ、ずっと巻き巻きしてたらさ、こんな時間になってしまって最悪。ほんまにやらかしたわ。ごめんな、みんな。気づいたら、え、どういうこと、なんでこんな時間と思って、ごめんね。時間を忘れて作ってたこの髪型を。ちょっとジンジャーシロップ一緒に。ちょっとジンジャーシロップ欲しい。こんな時間にミルクとジンジャーシロップを飲むなんて、カロリー。神社好きだったっけ。少々お待ちを。はいはい、どうも。59ミリ、ありがとうございます。さあ、ジンジャーシロップさ、買ったんだけどさ、そう、お酒と合わせたりできるみたいな飲み方を勧められて。なあ、また止まってんけど。え、なあ、今半目で止まってなかった？え、なんなんマジで。え、なんかキモいんだけど、なんでそんなことなるんかな。映ってる？そう、もう一回ちゃんと説明するわ。ミルク、ラム酒、ジンジャーシロップって感じ。ちょっと比率がミルクすぎたな。もうちょっと入れていいんだ。これはスプラトゥーンのくじで当てたカップです。ビビビビビのファンレベルが上がりました。ありがとうございます。前髪、さっき髪の毛のこと誰か褒めてくれたけど、このね、顔周りをね、このくるくるってさせるのが好きなんですけど、いつも巻き方一か八かで綺麗に巻けるときと、くるん、こっち
クルンってなったり、クルンこっちになったりとか、ちょっとね作るのが難しいの、扱いが難しい。え、うまい、めっちゃうまい、うますぎる。夜中の1時に飲む飲み物ではない。明日起きれなくなるぞ。あ、そうだ、ゲスト発表しましたけど、2部、あ、でも今人少ないからな、配信する時間をミスったんだ完全に。そう、ハーコと千葉に、そう、同期の黒川葉月ちゃんと山内翼ちゃん、今舞台とかそういう活動はしてないんだけど、声をかけたら、うん、いいよって言ってくれて、そうなんですよ、もうありがとう。そう、どうしてもさ、例えばだけど、まあ前回ね誕生日イベントで来てくれたエミチとか、あとはフリーでね活動してるねアンチュとか、まあコノミンとかね、あれ、まあ呼びたかったんですけど、やっぱなんせ彼女たちは大阪じゃなくて東京にいるもんですからね。そう、ちょっとそこイベント数時間だけのためにねちょっと呼ぶのはなっていう。おお、いつか東京でできる時があったら、呼ぼうかな。そう、何しよう、ハーコとチューバと。楽しみ。わ、マドラー必要だったな。めっちゃジンジャーシロップになってきた。混ぜろ混ぜろ、無理やり混ぜて、あ、色が変わってきた。そう、あのジンジャーシロップヨーグルトにかけてもめっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しかった。うん、あー、ジンジャーが濃い、結構濃い。だから、まあ SM オペラの翌週ですからね。オイラム酒、ラム酒入れてみる。いやー、どうかな。まあこれも試しでね、お試しでやっていかないと、やっぱ自分なりのさ、ほら完璧な状態をさ、割合を、あ、言い過ぎたかな、やっぱ知りたいじゃない。そう、冷蔵庫のとこまで行くのちょっとめんどくさいからな。ミルク入れたいけど諦める。あっぶね、今こぼすとこだった。でも本当に私飲み物とさ縁がなさすぎる。飲み物に嫌われてる。いや、コップに嫌われてるのか。甘いラム酒やな。いや、でもまあまあまあうまい。知ってる？ラム酒さ、なんか割とこういうでっかい瓶みたいなのばっかり売ってて、これぐらいのサイズでいいのに。で、
こういうのもさ、お菓子用、生花用のお酒だから飲み物ではないんかな。あ、でもトロピカルジュース、紅茶に少量加えるって書いてるから全然いいや。そう、これアルコール 45% えぐいけどめっちゃうまいめっちゃうまい。あとウイスキーとジンジャー、あれもまだジンジャーハイボールみたいになる感じかな、もうおすすめされたんだけど、私ハイボールの味がやっぱ苦手で、いろいろあるじゃないですか、コークハイ、オレンジハイ、ジンジャーハイ、もうねどれも苦手なの。やっぱハイボールを感じるから、ハイボールが苦手なんよな。そうだからラム酒はまあ飲めるうまさですね。焼酎も苦手だし、で最近かな、いやこないださストーリーにさビールの写真ドーン載せたやん、あれでグビグビは飲みたくないけど、あ、なんかとりあえずビールでの枠に入れそうかなって思った。そのお酒料理用じゃないの？え、料理用なんだけど、この裏に代表的な使い方っていうので、トロピカルジュース、紅茶に少量加えるって書いてるから、まあ飲み物でもいけるみたい。もしかしたら普通のラム酒より砂糖とか多いかもしれんけど、うまいっす。そう、そもそもあビールワンチャンいけるかもって思ったのが、おじいちゃんのお葬式の時にあのなんか何だっけ、なんかお墓参り一発目の一発目じゃん、納骨の後にみんなでご飯食べて、でビールちょいと飲んだの、こんなちょっとだけ。そしたらあめっちゃ麦の味するみたいな、あいけんちゃうこれって思ったの。けどあんまりたくさんは飲めないなって思ってて、けどこの間冷たいの飲んだらまあまあ美味しかった。これはビールを飲む仲間入りかもしれへんっていう。本当に20歳の時とかだったら飲めるお酒が本当になかったから、きっかけは何だろうな、きっかけないぞ。なんかだろう、きっかけ、ちょっと私がいつどのタイミングでお酒を飲むかさ、いつワイン始めた、赤ワインデビュー、いつボジョレ・ヌーボーをママが買ってきてお家で飲んだのが始まりか、多分そうだ。それ多分それよ。だからそっから、そこスタートで、コロナ禍でみんなと飲みに行くとかなかったもんな。まだ家でちょいちょいほろ酔いを開けるなどして試してみたり、なんだろう、打ち上げできるタイミングがあった舞台ではそこでチャレンジしてみたりとか、スペキツの時とか毎回だなぁ。なんか毎日じゃないけど、なんかたまにチャレンジしてみて、あいけるかもみたいな。日本酒はダメっすね、
ダメですね。やっぱね、あのカルアミルクも20歳になったタイミングで飲んだことがあるんだけど好きじゃなかったの。だからやっぱ炭酸が欲しいみたい。私お酒には。ひとよさんのファンレベルが上がりました。ありがとうございます。うわ、このジンジャーさ、ちょっと残後に残るとさ喉にくるんだよね。ジンジン生姜が。あと日本酒じゃなくて、あの紹興酒とかあるじゃないですか。それも飲んでみたことがあるんだけど、ちょっと本当に本当にダメ。なんだろう。あ、でも一回あのミオっていうさ、日本酒の炭酸、微炭酸の青いやつあるじゃん、ボトル瓶の、あれをあの友達のお家でお母さんが、りなちゃんこれやったら飲めるかなって、そう飲ませてもらったら、あ、これは美味しい、これいけるけど、やっぱね、あの日本酒独特のお米、うん、とアルコールガンみたいなのがちょっと、やっぱちょっとね苦手やったね。で、私はジントニックが好き。なんかジンラムとかあるじゃん、わからん、トニックラム、うん、あのラム、ラム、あ、じゃラムじゃん、ライム、ジンライム、ごめん間違えた、ジンライムとかあるじゃん。いや、ちょっとそのほろ酔いでそれが出てて、あ、ジン好きだし飲めるかもと、ちゃうかった、違いました、ライムいらなって思った。そう、でもさ、そのジントニックを酒でさ、これで売ってほしいのに、なかなかなくない？その水ジンソーダあるじゃないですか、かろうじて知ってんのがあるしかないんだよ。そう、渋、え、そうかな、え、そう、だからその種類のお酒をいろいろチャレンジしてみたいんだけど、タイミングがなくて、例えばジンバックとか、それなんだろう、あとモスコミュールとか、なんだろう、飲んだことがないんです。飲んでみればいいのに。うん、飲んでみればいい。ジンとジンジャーエールは何？それが何？うん、ホリッチッチのファンレベルが上がりました。ありがとうございます。ジンバック、ああそうなんや、あー、じゃあ、え、どうかな、やっぱね、ジン、あのトニックでいいんです私多分。そう、ライムを飲んだ時に、うわ、ライムが邪魔してるって思ったから、まあでも飲んでみるしかないよね。そこで私の中で革命が起きるかもしれないし。なるほどね。いろいろ試してみないことには分かんないからね。
でも白ワイン何回かチャレンジしても無理。白ワインこれやったら飲みやすいよって言われて差し出されて飲んでもやっぱ赤だなって。なんかね、私の中で白はなんかガツンってなんか来るの、なんか違う、受け付けないって私の舌と脳が言ってるだから飲まない。赤ワインも久しくだいぶ飲んでないぞ。最後に飲んだのいつだろうっていうぐらい。だよね、ダメなの。赤ワインなんて飲んでる余裕ないの。 SM オペラのセリフをね、早く全部完璧に入れたい、入れたい、ね、8割覚えた。8割覚えてん。私すごくない？あんなもん無理、絶対無理って思ってたセリフがさ、すごいよ。私このスピードで言えるようになってん。 一瞬のネタバレ戦程度に言うからな、聞いといてな。時は1930年代上海。この町に流れる蘇州川沿いには欧米の列強が建てた銀行や領事館が威厳と風格を競い合っていた。そこから少し南へ行ったところにスマロという大きな交差点があった。4つの馬の道と書いてスマロ。夜になるとどこからともなくやってきて、そこに立つ3姉妹が、このスピードで、そう、これ私が求めてたセリフ覚えはこれっていうね。春ロームに戻った時、そこにはテロリストのトンプーがいた。明け方いつもの夢を見る粉を運ぶ、そんな仕事を任された男。それ以外のセリフはちょっとネタバレになっちゃうからやめとく。クロトカゲの方がな、相手がいないとちょっと喋れない。一人語りがないから、クロトカゲは。あ、けどな、あれらしい、あのがっつり、あのスマロじゃない、 SM オペラ本編ぐらいのチャチャチャラチャ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 みたいなダンスはしないと思うんだけど、スマロもクロトカゲも若干踊るユニゾンでやる可能性があると。あ、そう、3日の日に稽古だったんですよ。実はあの演出が全部一通りついて、うん、仮のね、あと読み合わせをして、だから次からはもう台本持たずに、もうこうやってね、こうやってね、でそこで指導してもらってまたやるわけですよ。千のさくらさんが絶賛してくれる姫のセリフ言います。全然もうね、千のさくらさんは黒トカゲ編に出るんだけど、やっぱね、すごいわ、あの方は。もう飲まれそうになるし、飲まれないように頑張るけど、あの人がその空気感を作って引き出してくれることによって、私もさらにそこに乗っかることができるから、もうすごい、もうありがたい。もう経験値の違いをガーンって、もうガーンって感じる、うん、いっぱい当たっていきたいと思います。ボジョレー解禁、今年は11月16だって。おお、11月16何してるだろう。毎年さ、味忘れちゃうよね去年の味とかもう覚えてない、知らん。毎年何年に一度の
ドラッピのファンレベルが上がりました。ありがとうございます。あとね、あースマロ編はね、好きなセリフがあるねん。本当に最後のセリフ、あのさ、あれですよ、あーっと違うわ、そこじゃなくて、え、もう幽霊編のあれ忘れて、もう毎回忘れる、傷だらけになった体に指をそっと這わせて、あとは静かなもの、喧騒が遠のいて蜃気楼の上海が目の前にあった。あれめっちゃいいやんか、あのセリフで。そういう系の、あのスンってスンって終わるっけな、あれスマロ、あ、スンっていうのあるねんけど、その前にちょっと本編の去年のあれっぽいなみたいなのもちょっとあって、セリフは全然違うんですけど、そう、ちょっとあるんすわ。あー楽しみ。なんか朝できてる、めっちゃ痛い。半になったら終わります。そう、本当はさ、コロコロ話変えていくけどさ、本当はね、私ハーフツインがしたいわけ。ハーフツイン、え、スマホがかなり熱くなってそう。まだ大丈夫。ここにしたいんだけど、けどまだここの髪が足りなくて、ああピンで留めちゃえばいいんじゃん。じゃここも早伸びてほしいね。待って、いけんじゃん。待って、革命起こしとく。そこのセリフと表情過去最高だったの、うえ嬉しい。じゃあそれを本編につなげれるように頑張ります。あんまりやな、ダメだ。あれ、まあ、ちょっと位置は高くなったか。ね、ここもうまく巻きたいんだけど、全然もう首元に近すぎて巻かれへん。もうほんとメイクさんがいないと無理。キュンキュンキュン、作り笑顔。そう、あとさ、6月公演見てくれた人はさ、覚えてるだろうけど、縛られてる人と縛ってる人がいたじゃないですか。今回さ、スマロもクロトカゲもどのタイミングで入るんやろうっていう。のがちょっとね、私はまだ分かんない、謎なんで。そう、え、またムチのあの音響くんかな、嫌やな。もう幽霊編で勘弁してほしいわ。もう大丈夫、幽霊でさ、幽霊超えるのはもうないと信じたい。痛い、見てて。私がセリフ忘れるって、忘れんかったけど、幽霊編さ、マジで不気味じゃなかった。幽霊編やばかったよな、ほんまに。振り返れば振り返るほどやばいなって思う。もうあれをもっと深くやって、深く掘り下げて、あれを本編で
やってほしいぐらい。もうお客さん全員ドン引き。やべえ、はあ、ゆいれん怖え。っていうの見たいな。ただ自分が見たいだけっていう。ノーピシピシ、本当に痛いから嫌なんだけど、あ、痛いのってか、あの見ててね、絶対痛いじゃん。もうネギちゃんが心配。うん。カナリア条約では日常的に鞭やるの。あ、そんな場所じゃないです。霊女王様が出演されたりするときは、まあまあ鞭とか。そやね。あったね、私1月見に来た時。その回は見てないねんけど、やっぱ人間ブランコされてたし、鞭で叩かれてる人もおったし。でもきっとあれは舞台向けだから、ガチな方はもっとやばいんやろな。いやー、すごいすごい、そういうの好きな人もいるからね。絶対やられたくないけど、見ててすごいなって思う。あれね、やる方が大変らしいよ。やっぱプロだから、その叩く方がプロだから、その綺麗に跡が、ムチの跡がつくように。例えばそういうね、そう、女優さんにさ、そんな顔にペチンとかはせんやんか。顔とか、こう目にパーンとか、うん、のはちょっと、そう、加減と位置、綺麗に跡がつくように。ただ痛いだけじゃないみたいな、パフォーマンスとしてプロだから成り立たせてるっていうのが本当にすごいなって思った。ムチもさ、これじゃならないわけよ。パンってやんないとペチンっていかないじゃん。そうそうそう、ありゃすごい。っていう、なぜかムチの話で終わりましたけど、ランキングを読んでいきますね。まだコメント待ってます。何か言いたければ。あ、エミッチのファンの人、お、すごい名前、無音、ヤンチャクレ、神枝エミか。お、すごい、エミッチのアバターと同じ顔できた。はい、アポカリプスさん、クミリン、タナさん、ヒラリーさん、ホリッチッチさん、アッチさん、ヒトヨさん、ビビビビビビ、ドラッピさん、トムさん、ザッチくん、1位がヨシアキくんでした。ありがとうございます。ビビビビビのファンレベルが上がりました。ありがとうございます。今来た人はリナッチがムチ始めて、なあ、じゃあ今言っとこう。SM オペラという18禁の舞台がございますので、詳細は私のツイッター釧路里奈と調べてね、ぜひお越しくださいませ。では皆様、おやすみなさい。あなた方もいい夢を。セリフ言っちゃった。バイバーイ。